USM1 カービン、M1 カービンは1941年にアメリカ合衆国で開発された自動小銃である代表的な自動式カービンの一つ600万丁以上が製造され第二次大戦から朝鮮戦争、ベトナム戦争頃までアメリカ軍で使用された他多数が輸出されたまた1960年代頃からは警察用 民生用ライフルとしても普及た。1930年代のアメリカ陸軍では、飛行場、前線基地、占領地の警備などを、主とする、広報部隊用の警備用火器として、拳銃や小銃、短期間銃が使用されていたが、長大で重い当時の主力小銃では、取り回しが容易ではない上連射性能に乏しく、また、単発の射程、威力が課題である問題があった。 短期間銃は連射こそ優れるが構造が複雑で大きさの割に重く拳銃弾を使用する都合で有効射程が短い拳銃は軽便だが射程が短く至近距離以外では威力も低い上小型ゆえに操作が難しく安全で正確な取り扱いに熟練するのに時間がかかるという問題を抱えていたそのため警備用火器また可視官用の強力な自衛用火器として 軽量で長時間持ち歩いても疲れず、小銃と短期間銃の中間に位置するクラスの銃が求められるようになった。また、陸軍では第一次世界大戦の戦空の下、以前から拳銃より射程の長い補助活気が求められていたものの、予算面の都合などもあって、長らく計画の承認を得られないままでいた。1938年、陸軍不評送還。 チーフオブインファントリーだったジョージアーサーリンチ少将、ジョージアーサーリンチから陸軍武器化に対し支援兵科向けの軽傷銃、ライトライファルの開発が提案された。この提案も当初は受け入れられなかったが、1939年に第二次世界大戦が勃発したことで状況が変わり、1940年6月15日に再提案された後に、 陸軍長官の承認を受けることとなった。10月1日、武器化は多数の銃器メーカーや銃器設計者に対して、新型軽傷銃の設計要件として、以下の事項を示した。5月に行われた第1回審査では、複雑な構造を有する銃が排除され、ジョン・ガーランドの設計案が高く評価された。しかし、機関部の右上45度の位置に断層口を設けた。 レイアウトが問題され、この点を修正し再設計された新型銃はもともとの設計案よりも信頼性が劣ると判断された。結局、第1回審査に提出された設計案はいずれも採用されなかった。ウィンチェスター社は第1回審査に設計案を提出しなかったメーカーの一つである。当時、同社は30から06スプリングフィールド弾。 M2 普通弾を用いる新型不標銃の設計を行っており、これに集中するため、軽症銃計画への参加は見送られていた。しかし、さらなる設計案を求めていた武器化はウィンチェスター社に接触し、新型不標銃を軽症銃計画の要件に沿って、再設図るように求めたのである。新型不標銃の前身は、ジョナサン・ウェドモンド、エド・ブローニング医師、 ジョナサン・エド・マンド、エド、ブローニング、ジョン・ブローニングのイボテが M1 ガーランドの後継装備となること想定して設計した G30、小銃である。ウィンチェスター社は1938年11月30日に G30 の設計案を購入し、翌年3月にはブローニングを雇用したが、わずか2ヶ月後の5月16日に彼は死去してしう。その後、 G30 小銃とブローニングの設計室をそのまま引き継いだのが技師である。ガスシステムを改良した G30M が1940年3月から4月頃に完成し、海兵隊にて M1 ガーランド及びジョンソン小銃との比較が行われたものの、評価は参上中最下位だった。ただし、この審査では最終的な結論が示されなかったため、以後も改良が続けられた。 そして武器化研究開発部長、ルネスタドラー大佐、ルネスタドラーからの打診を受けた時点で、7.5ポンドまで軽量化を図った G30R が設計されていた。ウィンチェスター社は二度目の審査に向けて、軽小銃の設計を開始した。スタッドラー大佐の打診から13日後、G30R を原型とする最初の試作銃が完成した。ただし、開発主任、 エドウィン・パグスレー、エドウィン・プグズリーとの衝突があったため、ウィリアムズはこの時点の試作銃開発に参加していなかった。試作銃は概ね、グローニングの設計を引き継いでいたが、M1 ガーランドと同様の回転ボルト閉鎖機構、そして、ウィリアムズが考案した、ショートストロークピストン式、玉突き式より入れていた。1941年8月9日、パグスレーの許可を得たウィリアムズが、 スタッドラー大佐の元アバディーン性能試験場にて行われる試作銃の予備試験に参加する。この時の良好な試験結果を受けて軽傷銃としての開発継続が決まり、9月15日までに最終的な設計案を提出することとされた。そして改良のために設計チームが再編された際、ウィリアムズは開発主任となる。しかし、ある技師が ショートストロークピストンのアイデアを盗もうとしていると考えたウィリアムズ周囲と対立したためパグスレイが呼び戻され彼は再びチームを外れることとなった9月12日次の試作銃が完成するが未解決の問題が残されていたパグスレイから相談を受けたウィリアムズが対策にあたり無事15日の試験に提出された1941年9月30日 ウィンチェスター製軽承銃は、正式名称ユナイテッドステーツカービン、キャリバー 30M1 として陸軍に採用されることとなった。また、海軍及び海兵隊でも、真珠湾攻撃の直前に35万丁分の契約を結んでいる。なお、ウィリアムズはかつてノースカロライナ州の刑務所に殺人容疑で服役していた。この時、に考案していた自動カービン銃の 設計を行い、後に刑務所所長の許可を得て、カービン銃の試作から死者まで行っている。そのためウィリアムズは刑務所でカービン銃を作った男、カービン・ウィリアムズと新聞メディアに取り入れられ、後にこのことが話題になり、最新で無罪を勝ち取り釈放されている。ウィリアムズは釈放後にウィンチェスター社へ入社し、M1 カービンの開発に携わることになった。 M1 カービンの特徴として、ボルトの閉鎖機構は、M1 ガーランドと同じく回転ボルト閉鎖を採用していたが、ガス圧でボルトを開放する機構には、ショートストロークピストン式、玉突き式を採用していた。この後、ショートストロークピストンは、多くのアサルトライフルの設計に取り入れられ、AR-18、G36 といったモデルに採用されている。 M1 カービンの使用弾薬である。30カービン弾は当時の標準的小銃弾に比してはるかに空圧が低いという特性を持っていたため、これを生かした非常に短いガスピストンが用いられてい。この小さなガスピストンは多くの弾数を発射する過程で徐々に変形、腐食していくため、専用のレンチを用いて交換することが前提で設計されており、 年代物の M1 カービンを使用する際にはガスピストンの交換が必要な場合があるので注意が必要である。また、30カービン弾には当時の軍用銃としては世界で初めて低腐食性のプライマー、ライカンが採用され高温、高圧のガスにさらされるガスピストン、さらに耐食性を高めるため後期にはテンレス製となったや、 重心内部をはじめとする各部の腐食を減らし、対応年数を大幅に増やすことに成功した。当初、M1 カービンは、フルオート射撃を可能とする設計だったが、全長の短さと軽量さから、フルオート射撃時のコントロールが難しく、量産型では、セミオート射撃、半自動のみとな。製造が始まった後、ボルト、バレルバンド、重症、安全装置、 マガジンキャッチ、消耗の設計が変更された。また、実戦経験を踏まえて、フラッシュハイダー、グレネードランチャー、着剣装置は追加された。1945年以降に新仕様での新造が、始められ、並行して、初期生産型の改装も行われた。M8 グレネードランチャーを装着することで、22mm ライフルグレネードを発射することができる。これは、 M1 ガーランド用の M7 グレネードランチャーをもとに、下ソケット型のアダプタであり、超ネジで重心に固定することになっていた。この時期に、アメリカ軍が採用していた、ライフルグレネードは、いずれも空砲発射式であったので、これを発射するときには一発だけ空砲を装填する、必要があった。一方、威力の不足は、M1、M2 カービンの欠点として、しばしば指摘される。 本来、M1 カービンは、45口径拳銃などの代替品となることが想定されており、開発時にも、精度や射程、威力は、不標銃ほど重視されていなかった。しかし、普及につれて、不標銃と同等の運用が行われるようになった、ことで、これらが新たな欠点として注目されることになったので、ある。朝鮮戦争における長津子の戦いの後に、 ジョセフ・フィッシャー海兵中尉、ヨゼフ・フィッシャーが報告したところによれば、25ヤードの距離で中国兵の胸を撃ったのに足止めできなかったという。また、彼の部下にも同様の経験をした者が多数あり、三発、ないし四発続けて命中させてさえ足止めできなかったと語る者もいたとしている。さらに、朝鮮半島の厳しい気象条件下では、故障や不良が相次ぎ、 信頼性も疑われるようになっていた。このため、朝鮮戦争時の M1、M2 カービンの印象は非常に悪く、当時の標準的な不評価機の中では最も嫌われていた。ただし、威力不足の指摘に関しては、単に弾が命中していなかっただけに過ぎないとも言われている。採用からおよそ2ヶ月後、アメリカは真珠湾攻撃によって第二次世界大戦に参戦した。 1942年5月12日、空挺部隊からの要求を受けた陸軍武器化の命令に基づき開発された M1A1 カービンが採用された。これは折りたたみ式のワイヤー製重症を取り付け全長を短縮したモデルで同年11月から生産が始まった。1942年6月、M1 カービンの生産が始まった。製造契約を結んだ。 主なメーカーとしては、ゼネラルモーターズ社国内製造部、インランドマニュファクチャリングディビジョン、ウィンチェスター社、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 アーウィン、ペダルセンアームス、クオリティハードウェアマシン社、クオリティハードウェアマシン、ナショナルポスタルメーター社、ナショナルポストルメーター、スタンダードプロダクツ社、スタンダードプロダクツ、GM 社、サゲノーステアリングギアディビジョン、IBM 社があった。 この際に、ウィンチェスター社は、M1 カービンをロイヤリティフリーと位置付けた上で、各メーカーによる製造を及び契約を認め、また同時に、ウィンチェスター社に対して、開発費用として8万6千ドルが、アメリカ政府から支払われた。過剰生産や不足を避けるため、下請け業者による、各部品の製造を及びメーカーへの割り当ては、政府が設置した、カービン産業調整委員会、 カービーニン,ンディストリーインテグレーションコミッティによって指示された。ヨーロッパ戦線にて最初の配備が行われた。当初は広報要員向けの装備とされていたが、間もなく前線の士官や可士官にも愛用されるようになった。1944年5月、セレクティブファイア機能を M1 カービンに追加するための研究が始まった。武器が1940年に示した要件に、 含まれていたこともあり、もともとは、ウィンチェスター社でも新型小銃にセレクティブファイヤー機能を設けることを想定していたが、開発の段階で、セミオート射撃の未可能な半自動小銃に方針を転換していた。しかし、小銃弾というよりは、拳銃弾に近い。30カービン弾は、ストッピングパワーに欠けるとされ、前線では、フルオート射撃機能の追加が求められるようになって、 いたのである。ウィンチェスター社は、スプリングフィールド造兵賞とともに、他の問題の修正も含めた改良を進めていたが、その後 GM 社国内製造部に所属する、フレデリック・サンプソン、フレデリック・サンプソンとポール・ハーミッシュ、ポール・ヘイミッシュが、規制の M1 カービンに組み込むことで簡単に、フルオート機能を追加できる部品セットを開発した。部品セットには、 T17 カービンキット、キット、カービン、T17、T17 を組み込んだ、M1 カービンには、T4 カービンという名称がそれぞれ与えられた。前線での性能試験結果は良好で、10月26日に、T4 は US カービン、キャリバー、30、M2 として、正式採用された。第二次世界大戦中にはほとんど配備されなかったが、1945年4月に、 始まった沖縄戦では相当数が使用された。T17 と並行して30連発の大型断層の開発も進められており、この断層は湾曲した形状からバナナクリップ、ベナニクリップと通称された。その後の改良でボルトストップ機能も追加された。以後、支給されていなかった M1 カービンの在庫は順次 M2 カービンへと改良されることとなった。 1943年末 T120 狙撃眼鏡スナイパースコープ T120 が開発された。これは1930年代から行われてきた実験を踏まえて設計された赤外線照射式の暗視装置であり、アメリカにおける最初の実用的な暗視照準機である。夜間照準可能距離は400フィートほどだった。M2 カービンに T120 を取り付けるレールと、 ラッパ型小塩基を追加したものが T3 カービン、それぞれ後に M1 狙撃眼鏡と M3 カービンという正式名称が与えられた。第二次世界大戦中はほとんど配備されなかったが、沖縄戦には投入されている。アメリカ国内ではウィンチェスターをはじめとする複数の企業によって生産が行われた。正確な記録は残されていないものの、 主要な重企業によって1942年6月から1945年8月までの期間少なくとも各モデル合わせて611万7827兆が製造された。1945年8月終戦によって M1 カービンの製造は終了した。各地に展開したアメリカ軍部隊の復員に伴い M1 カービンを含む 多数の兵器は一時回収され、オーバーホールを受けることとなった。ほとんどの M1 カービンは分解の後に、M2 カービンと同等の後期型の部品、着剣装置付きのバレルバンド、30発、弾装用マガジンキャッチ、調整可能な消耗などを組み込まれ、一部はセレクティブファイア機能も追加された。1950年に勃発した朝鮮戦争でも M2 カービンは使用されたが、 前線の部隊、とりわけ海兵隊からは国評されることとなった。フルオート機能を追加したために構造が複雑化し、朝鮮半島の過酷な自然環境の中で動作不良が相次いだためである。また、共に配備されていた M1 ガーランドがほとんど不良を起こさかったことも、前線の将兵が M2 カービンの信頼性を疑う要因の一つとなった。750発。 フンという高すぎる、発射速度も制御が非常に難しいとされたほか、弾層が開口部から錆びやすく、その欠片が弾薬とともに薬室へと入り込むことが多かったという。威力不足の指摘も多数ううあり、ある海兵隊員は25ヤードの距離で中国兵の胸を撃ったのに止めできなかったと報告している。1957年。 アメリカ軍における標準的な不評用消火器、すなわち M1 ガーランド、M1、M2 カービン、M3、M3A1 短期間銃、M1918 自動銃のすべてを更新する重機とされた M14 小銃が採用される。翌1958年までの間に武器化によって M1 カービンは予備装備と指定され、大部分は部品内市ク鉄として、 民間企業に売却された。ただし、その後もアメリカ軍における正式な退役の宣言は、しばらく行われず、M1 カービンは、M14 や M16 小銃に更新されつつも、ベトナム戦争を通じて使用された。空軍の基地警備隊では少なくとも1970年代を通じて使用されたという。1960年代初頭には、民間射撃プログラムの一環として、 およそ25万兆が民間に放出された。同時期には民間企業でも交換部品やコピー銃の製造が始まり、民生用、警察用ライフルとしての普及が進んでいくこととなる。アメリカ軍で長らく使用されていたことや様々な戦争映画に小道具として登場すること、また軽量で低反動という特性が、いわゆるホームディフェンス用途に適していることから、 アメリカ合衆国における民生用ライフルとしての人気は根強い。レジェンダリースポーツインターナショナル社、レガシー、スポーツインターナショナル、オートオードナンス社、オート、オードネンス、インランドマニュファクチャリング社、インランドマニュファクチャリングインクなどが民生用モデルの製造を行っており、インランド製の M1 スカウトカービン、M1 スカウトカービンのように基本的な設計を踏襲しつつ、 ピカティニー,レール L を設けるなどの近代的な改良を加えたモデルもある。第二次世界大戦中、レンドリースポーに基づく給与、あるいは戦略情報局、オースやイギリス特殊作戦執行部、ソイによる現地抵抗運動への支援工作などを通じて、13万兆以上の M1 カービンが外国軍へと供給された。また、 終戦後には300万兆以上が50カ国以上の友好国に供与ないし売却されている。第二次世界大戦中のナチスドイツにおいて、露核品の M1 カービンがセルブストレイドカレブナー455などの名称で運用されたと言われることがある。しかし、この名称は諸外国のカキの識別を目的にドイツ側で作成されていた外国カキの定引き、 ケンブラター・フレムダン・ジェラッツの中で与えられた識別名であり、純正式装備などの形で運用されたことを示すものではない。1945年10月、連合軍軍制下ドイツのアメリカ占領区域にて、軍政当局が警察組織の再建を開始した。11月6日にが承認したドイツ警察再武装に、 関する命令では警察官の武装拳銃と警防に制限していたが、田舎や辺境の警察に限り例外としてカービン銃の配備を認めるとしていた。また、警察に配備する銃火器はドイツの戦力を制御するために外国製でなければならないとされていた。1946年2月、アメリカ占領区域における警察組織の業務が始まる。この時、 装備として、ビクトリー・リボルバー、M1911A1、そして M1 カービンが支給された。軍政下の警察向けに支給された M1 カービンは、合計21,892で、この内イエルン州で支給された14,647兆は1955年に、西ドイツ政府が買い上げ、それ以外は1949年末までに、アメリカ側へと返還された。 1955年に設立されたドイツ連邦軍でも多数のアメリカ製兵器と共に M1 カービンが使用されていた。1961年から G3 小銃への更新が始まり、1967年から1968年頃までに完了した。一戦を退いた M1 カービンは予備兵器として保管されていた。 1950年の警察予備隊創設時には、米国から新品の M1 カービンが対応され、警察予備隊の初めての正式小銃となった。警察予備隊が設置された8月からの2ヶ月間、幹部、下記、通信、施設、武器、車両各課の教育を行うため設置された、江田島学校以外の駐屯地は全く武装されていなかった。10月、 特別米極東軍事予備計画、スペシャルファコムリザーブプログラム、SFRP のもと、連合国軍最高司令官総司令部の、警察予備隊編成、訓練担当部局である、民事部別室、シビラフェアーズセクションアネックス、カーサは、在日米軍兵隊司令部、ジャパンロジュスティックコマンドから74000の M1、M2 カービンを受領した。これらは、 核中ト地に派遣された米軍顧問に対し支給され、訓練など使用のどに警察予備隊隊員へ対応された。1954年に日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定、MSA 協定がバレたことで SFRB で引き渡された物品は日本政府に無償譲渡が認められ、1955年1月をもって実施された。 また、軍事援助計画、ミリタリーアシスタンスプログラム、マップの記録によれば、1963年には3994丁が無償供与されている。これらの M1 カービンは、64式 7.62mm 小銃が採用された後も自衛隊で使用され続け、昇降系弾を使用する89式 5.56mm 小銃が、 採用されるまでの訓練用として用いられるなど、日本人には馴染みの深い銃の一つとなり、カービン銃は自衛隊の装備する銃器の代表となった。なお、警察予備隊創設と同じ1950年頃には在日米軍基地に勤務する日本人警備兵に M1 カービンが支給されていた例もある。本土復帰前の沖縄、琉球政府でも琉球警察に 米国軍政府から拳銃とともに M1 カービンが支給されており、暴動などの集団的事件の鎮圧や銃器などを使用した凶悪事件の警備などに用された。機動隊の編成、被殺し調装備の充実とともに暴動対策用としては次第に使用されなくなったが、暴力団抗争事件などの銃器犯罪対策用としては本土復帰まで使用されていた。 高和工業では1946年から1949年頃、日本政府からの認可を受けて、アメリカ軍が使用する M1、M2 カービン及び M1 ガーランドの整備及び交換部品の生産を行った。アメリカ本土のメーカーは終戦を受けて、M1 カービンの生産を終了しており、製造設備もすでに解体されていた。 残された設備は、連合軍軍制下ドイツのアメリカ占領区域で、ドイツ人警察部向けの交換部品を製造するため、社が買い上げていた。その後、アメリカ陸軍部機下では、本国と同等の品質で部品を製造できるように、法和工業側の要員を訓練、監督し、設備の提供も行った。その後も、米軍向けの部品生産を続けていたが、 新中軍撤退後は自衛隊で配備される M1 カービン及び M1 ガーランドの整備や製造について責任を負うこととなった。M1 カービンは U3M1 という製品名で5千丁が自衛隊向けに製造されたほか M1 カービンを狩猟用に改良した M300 通称飽和カービンも製造されていた。飽和製 M1 カービンが 太陽国国家警察向けに輸出されたとされることがあり、実際に、法和性を示す文字と、大警察の印象が共に刻印された M1、カービンも複数確認されている。ただし、法和側はこれを否定し、民生用に販売された M300 のうち1万兆が1965年から1966年にかけて太陽国へ輸出されたことのみを認めている。 1960年代中頃から1970年代初頭にかけてマップなどを通じ少なくとも101万5558兆の M1、M2 カービンがアメリカ政府から韓国政府へと引き渡されている。1968年4月、北世紀大統領は郷土予備軍の設置に際し、M1、M2 カービンを主力小銃として配備するように命じた。 これによって多くの韓国人が M1、M2 カービンでの訓練及び射撃を経験ることとなり、全国射撃大会にも予備軍カービン部門が新設された。一方、予備軍は軍や警察に比べて武器庫の管理がずさんだったため、1970年代には予備軍から盗まれた M1、M2 カービンによる犯罪も多発した。犯罪者らが好んだ傷を切り詰めて、 拳銃程度まで小型化した M1、M2 カービンは、強銃、として恐れられた。また、1982年には、元海兵隊員の警官、ウハン・ヒツジサルが、警察の武器庫から盗み出した M2 カービンを使って、銃乱射事件を起こし、住民およそ60人を殺害した。予備軍では長らく使用されていたが、2015年3月には、M1、 M2 カービンによる訓練が中止され、同時に2016年末までに M16 小銃への更新を完了させる方針が国防部から発表された。第一次インドシナ戦争中、フランス軍によって M1、M2 カービンがベトナムへと初めて持ち込まれ、対するベトミン側もこれらを大量に六角して使用した。ベトナム戦争中の1956年、ベトナム共和国、 南ベトナムに対するアメリカの軍事顧問団派遣が始まった。この際、M1、M2 カービンが顧問団の装備として持ち込まれ、ベトナム共和国軍、南ベトナム軍でも採用されることとなった。当初は海兵やレンジャーといった特殊部隊のみに支給されていたが、後に一般部隊や国家警察でも使用された。威力不足は否めなかったものの、 小柄なベトナム兵にとって軽量かつ反動も小さいという点は重要な利点だった。一方の南ベトナム解放民族戦線、ベトコンではベトミンから引き継いだものに加え、南ベトナム軍から露飼あるいは強奪したもの、闇取引で入手したものが使用されていた。多くは重傷や重心を切り詰めるなどの改造が施されていた。 陸上自衛隊の主力小銃だったこともあり、1950から70年代の特撮作品にはよく登場する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。